We know little about Suddhodana Gautama or Buddha's father in the history. Wikipedia writes about Suddhodana Gautama only several lines as follows. Suddhodana lamented his son's departure and spent considerable effort attempting to locate him. 7 years later, after word of his enlightenment reached Suddhodana, he sent 9 emissaries to invite Siddhartha back to the Shakya land. The Buddha preached to the emissaries and their entourage who joined the Sangha. I, Hiroshi Hayashi, understand that if we know what Suddhodana was, then we can solve the mysteries about Buddha as well. Here is my answer. ブッダの父親についてはほとんど知られていません。ウィキペディア百科事典の中でもほんの少ししか書かれていません。例えば次のような内容です。Suddhodana、つまりブッダの父は息子のブッダが去ることを嘆き、ブッダが去るのを何とか思いとどめようとしました。で、7年後、ブッダが悟りを開いたのを知り、Suddhodanaは9人の使者を、ブッダを故郷に戻すため、ブッダのもとに送りました。が、使者たちはブッダに出会うと、そのままサンガに加わってしまいました。などなど。ここで言うサンガというのは、悟りを開いた人たちの集団を言います。無条件で慈悲を実践する無執着の世界ということになります。が、Suddhodanaの正体がわかれば、ブッダの謎も解けるはずです。今日はその謎解きに挑戦してみます。Hiroshi Hayashi, Hamama City, Japan。 今日の動画はヘロトトスで始まります。これがそのヘロトトスです。古代ギリシャの歴史家で紀元前485年から420年頃にかけて活躍した歴史家と言われています。ヘロトトスは歴史という本を表します。まあ、今日まとまった形で伝承された世界最初の歴史書と言われています。そのため、ヘロトトスは歴史の父と呼ばれています。その中に大変興味深い記述がありました。これがカンピュセス2世です。ペルシャの王でした。カンピュセス2世というのはですね、キュロス2世を父に持つ、まあ、ペルシャ帝国の王ということになるわけですね。で、その王について、まあ、これから述べていきますけども、その前に大変こう、人間関係が複雑ですから、あらかじめと言いますか、簡単にそのペルシャの歴史について話しておきたいと思います。ヘロトトスの歴史に基づいてその話を進めたいと思います。まず、その舞台を説明したいと思います。ペルシャですね。そして、現在のバグダッドの南約80キロのところに、バビロンがありました。この赤い丸のところがバビロンです。まあ、現在はこのような廃墟になっています。まあ、かつてはこのような壮大な都市国家があったものと考えられます。そしてもう一箇所、ペルセポリスです。ダリウス王が君臨したペルセポリスです。この赤い点です。やはり、まあ、現在は廃墟になっています。これは創造復元図ということになります。やはり壮大なこうした建築物があったと考えられています。そしてもう一箇所、皆さんご存知のギザのピラミッドです。まあ、エジプトですね。で、このギザだけが、まあ、まだ征服されていなかったわけです。そこでカンピュセス2世がですね、エジプト攻略に出かけます。まあ、物語はここから始まるわけです。で、カンピュセス2世というのは、キュロス2世の息子ということになります。キュロス2世は、まあ、紀元前539年にバビロンを征服し、ペルシャ一帯を征服します。
で、残るはエジプトだけということになったわけです。そこでカンビセス2世はですね、エジプト攻略を企てます。まあ、その時にですね、カンビセス2世は夢のお告げを聞きます。まあ、そのお告げによるとですね、弟のスメルディスがですね、王座を奪うと。まあ、そういった夢を見るわけです。そこでカンビセス2世は、まあ、スメルディスをですね、暗殺してしまいます。で、暗殺した後、エジプトに向かいます。で、その時にガウタマという人がですね、その王座を奪ってしまったと。あくまでも、ペルセポリスに残る碑文にはよるとそういうことになるわけですね。で、それを良しとしなかったダリウスが、今度は、それを理由にしてガウタマを追い出しにかかります。まあ、これが大まかな流れです。まあ、それについて詳しくウィキペディアの方で書いていますので、これからもう一度それを説明します。ここが重要なポイントですから、画面を見ながらもう一度説明します。ペルシャ全域です。バビロンです。現在のバグダッドの南約80キロのところにあったと言われています。そしてペルセポリス、その西にギザが位置します。まあ、こういう位置関係にあるということですね。で、キュロス2世がバビロンを攻略し、ペルシャ全域を支配します。そしてその息子のカンピセス2世が継いでペルシャを支配します。が、残るはエジプトということになったわけですね。ところがエジプト遠征に先立ってですね、夢を見るわけです。それは弟のスメルディスがですね、王座に就くという夢だったわけです。そこで、カンピセス2世はエジプト遠征に先立って、その弟のスメルディスを暗殺します。で、そのカンピセス2世がエジプトを遠征をしている間に、ガウタマという男がですね、王座に就きます。まあ、殺されたスメルディスの、になりすまして王座に就いたと言われているわけです。まあ、これらはすべて、ペルセポリスに残る碑文によるストーリーということになります。で、それを良しとしない、ダリウスがですね、まあ、ダレイオスとも言うんですけども、ダレイオスが、その、ゴータマを追い出すと。まあ、そして追い打ちまでかけていますね。で、そうした様子が、このレリーフの中に描かれています。赤間で囲んだのがダレオス、まあ、すなわちダリウスです。そして足で踏んづけているのは、まあ、偽のスメルディスってことになってますけども、これがゴータマということになります。まあ、ダリウスに言わせると、ゴータマはスメルディスのふりをして王座についた、まあ、卑怯なやつだってことになるわけですね。あくまでもこれは、ペルセポリスに残る碑文によればという話ですよ。まあ、現在、まあ、研究が進んでですね、むしろガウタマの方が正当な多い継承者であったことが分かっています。まあ、ともかくも、この足元で踏んづけられているのが、偽のスメルディスということになるわけです。すなわち、これがゴータマということになるわけです。まあ、ダリウスに言わせると、ゴータマが、まあ、スメルディスになりすまして王座に就いた、ということになるわけですね。で、これがダリウス。下に踏んづけられているのが、まあ、ガウタマということになります。念のため、ヘロドトスの歴史、を紹介します。それによると、紀元前525年のエジプト遠征を前にしたカンピセス2世は、夢のお告げで弟のスメルディスに王位を奪われるのではないかと疑念を抱き、密かに殺させたという。ところが、秘密裏であったことがあだとなり、カンピセス2世がですね、エジプトに行っている間に、ペルシャ本国ではマギで大神官のガウマタがスメルディスになりすまし、ペルシャの、まあ、王位を略奪したという、そういう話なんですね。で、まあ、同じ話になりますけども、で、ここからさらに話を前に進めてみたいと思います。まあ、このようにして、紀元前522年に、ダレオス、つまりダリウスは王位に、ペルシャ王国の王位につくわけです。で、ここに3人の、まあ、王が登場するわけですね。いわゆる、まあ、カンプセス2世、別名カンブジエ、そしてガウタマですね。そして右にダリウス、ダレイオスということになるわけです。で、これはサンタ・ポルナーレ・ヌーボーに残る壁画ですけども、3人のマギということになってますけども、左から、まあ、カンプセス2世、そしてガウタマ・ダリウスということになります。別名カンブジア。ペルシャではいろいろな名前で呼ばれていました。で、ここからが本題です。その中にこんな記述があります。ここに注意してください。カンピセスという名前がですね、父の
いわゆる、まあ、マルドックの記念祈祷のする名前の中にあったということです。ここが重要ですから注意して読んでください。マルドックへの祈祷においてカンピセス2世の名前が父キュロス2世の次に記されていたということです。マルドックはここで出てきました。すなわち延期の息子ということになります。これでこの、まあ、王たちとマルドックがつながったということです。これは大変な意味を持つ一文かと思われます。で、マルドックというのはどこにいるかと言いますと、父が延期なんですね。で、これがバウンダリーストーンですけども、上位に延期がいます。今それエアーと書いたのはこれが延期です。これが延期、エアーですね。その息子がマルドックということになります。二段下にいます。マルドックです。マルダックと読む国もあるみたいですね。延期、マルドックです。となりますと、この、まあ、カンピセス2世、それから、ガウタマ、それから、キュロス2世についてもそうですけども、マルドックを信仰していたということになります。これがマルドックです。で、そのマルドックですけども、人間ではありませんでした。顔は人間のようですけども、顔はオーバーオールヘルメットをかぶっています。マルドックが人間でなかったという証拠は、この足にあります。歩行補助装置を身につけています。この黄色い部分が、本来の足ということになります。そして赤い部分、左の方が歩行補助装置ということになります。サンダルの上に、まあ、異様に薄っぺらい足を乗せているということになりますね。まあ、この他の、レリーフと比べてみるとそれはわかります。これはニムルードに残っていた、まあ、神ですけども、この足に注意していただきたいと思います。で、この足を、まあ、マルドックな人、大変よく似てるわけですけども、足と歩行補助装置の間に隙間があります。その隙間を通して、その向こうにある衣服の一部が見えています。横線です。斜めの線が一致している点に注意してください。この緑の部分はサンダルです。で、サンダルと足を留める紐のような、ベルトのようなものも、表現されています。まあ、正確に表現されているということですね。そしてこの赤い部分が歩行補助装置であるということになります。まあ、これについては続く動画の中でもう一度説明しますけども、要するに古代の神々は、こうした歩行補助装置なしでは、この地上を歩くことはできなかったということになります。まあ、これと同じ足をですね、マルドックが持っているということですね。すなわち、マルドックは人間ではなかったということになります。で、ストダのゴータマもその流れを組みますから、まあ、どういう、まあ、何分の一神、何分の一人間とは言い切れませんけども、少なくとも人間ではなかった可能性があります。そして、まあ、そのストダのゴータマとですね、マヤの間に生まれたのが、セッタ・アルダ・ゴータマですから、セッタ・アルダ・ゴータマについて言えば、まあ、例えば二分の一ハイブリッドであるとか、三分の二ハイブリッド、とであった可能性が大変高くなります。今右にお見せしているのが現在人間が使っている歩行補助装置です。で、ガウタマの話につなげていきます。これはハーベイ・クラフトさんという方が書いたブッダという本です。まあ、その本によればですね、ペルセポリスの碑文に書かれているガウタマというのは、ブッダのお父さんのストダナ・ゴウタマのことではないか。ということなんですね。思想も一致すると。そういった観点から同一人物であると判断しておられるようです。で、それを紹介しているブロックがありましたので、全文翻訳していましたが、ここではその一部を紹介します。ブッダにつながったというわけです。で、セッダ・アルダ・ゴータマという男が後のシッダルタ・ゴータマ、すなわちブッダになったというわけです。セッダ・アルタ、シッダルタ、音が似ているということですね。つまり、ブッダの故郷はペルシャであったということになるわけです。まあ、日本人の私たちにとっては大変ショッキングな内容かと思います。つまり、ブッダの故郷はペルシャであったということになります。
つまりキュロス2世、そしてその息子のカンピュセス2世はマルドゥクを信仰していたということになります。そしてその今度は逆にマルドゥクについてですね、ゼカリア書人が大変興味深いことを書いています。それをこれから紹介します。まあ、こうしてマルドゥクと、まあ、はっきり言えばガウタマとつながっていくということになります。そのゼカリア書人と解読したタブレットによればですね、あの王たちが地球を去るときに忠実な王と、そしてマルドゥクを残したということです。で、マルドゥクというのはまあ人間の女性と結婚してますからね、あの王はそれを許さなかったということになるわけです。で、マルドゥクは、まあ、翻訳通りによればですね、クソくらいと言って、妻の方を選んで地球に残ったということになります。で、マルドゥクは、エンディル一派、いわゆるレプタリアン族ですね、ラム族との対決を宣言し、地球の支配者になることを望んだと。こういうふうに話が流れていきます。それで、イナンナというのは当然、エンディル派の、まあ女性であった、女神であったということになります。で、まあ、互いの間に激しい戦争があった、というふうに書かれています。で、あの南紀が、地球を去った時にはマルドクの妻はすでに死んでいたと。で、マルドクは、まあ嫌われ者だったということになるわけですね。で、核で市内の宇宙基地を破壊したと。で、マルドゥクの周辺からイルミナティという言葉が出てくる点に注意してください。あるべき権力という、まあ、イルミナティというのは照らすという意味ですけどもね。まあ、いろいろな勢力争いがあったということになるわけです。まあ、マルドゥクというのはそういう立場の、まあ、神であったということになります。で、エンデル一派と、まあ、ラム族と、まあ、サーペント族ということになるわけですね。まあ、ゼガレシチンによればですね、今の今も、まあ、そうして人間たちは操られて、神々の代理戦争をしているに過ぎないということになるわけです。これがマルドゥクです。まあ、こうして、マルドゥクとペルシャの王とつながったということです。そして、ペルシャの王とガウタマ一家ですよね。ストダナ・ゴータマ、そして息子のセッタ・アルタ・ゴータマが繋がったということになります。セッタ・アルタ・ゴータマという名前はペルセポリスの碑文にすでにありますから、私たちがブッダと呼んでいるシッタ・アルタ・ゴータマはペルシャで生まれたということになります。で、これが三人の満義ということになります。まあ、この満義についてはたびたび説明してきましたので、今日は省略しますけども、中央にいるのがガウタマ、すなわちストダナ・ゴータマということになります。セッタアータゴータマ、すなわちシッタアータゴータマ、すなわちブッダのお父さんということになるわけですね。ジョボンノとも呼ばれています。で、これがサンタポルナーレ・ヌーボーの壁画ですけども、三人の魔儀。メナ・ミトラボーはフリジャーボーをかぶっている点に注意してください。一番向かって左がダリウスです。顔なども一致します。それから、トルコのケープを身にまとっています。まあ、お牛座の星座をかたどった姿勢をとっています。そして中央がストダナゴータマ、すなわちブッダのお父さんということになります。
そしてその息子が、私たちがブッダと呼ぶシッダルタ・ゴータマということになります。その証拠に、このお父さんは、の、まあ、その、苦行中のブッダということになってますけども、この、彫刻の台座には、ゾラスター教の神事が彫り込まれています。ここが重要ですよ。ゾラスター教の神事が彫り込まれています。すなわち、ここでゾラスター教と、いわゆるマルトックが繋がっていくということになります。そういう流れになってくるということですね。いわゆる、まあ、マルトック、そして、ゾラスター教、そして、ペルシャの王と繋がってくるということになります。ですから、ペルセポリスには、世界最古のアフラマズダーのレリーフが残っています。まあ、こういう形で、上位にマルドク、まあ、下の方にカンブジア、ガウタマ、ダリウスと置いて繋がっていきます。で、マルドクですね。延期の息子ということになっています。まあ、こうして繋がっていくわけです。ここが重要ですね。すなわち、ガウタマの上位の神はマルドクであり、さらにその上の上位の神は延期ということになります。そして、スソダナゴータマが、まあ、ネパール、現在のね、ネパール、ルンビネに逃げていき、そして仏教を立ち上げたということになります。そして当然その上位にいるのが、まあ、アフラマズダということになるわけですね。まあ、ゾラスター教ということになるわけです。そしてその流れの中から、ブッダが仏教を広めます。こうして、それぞれの神がですね、有機的に繋がっているということになります。が、ここで話が終わったのでは、林博士の名前が泣きます。林博士のナスカ理論を使って証明します。ペルシャですね。そして、王国の、まあ、言うなれば首都であるバビロンです。そして、ダリウスが即位したペルセポリスです。そして、左にギザですね。この位置関係に注意してください。そこで、バビロンからナスカに線を引いてみます。バビロンです。この中心に点を取りました。今、中心にその背景が見えます。ここからナスカに線を引きます。ナスカです。注意深くご覧ください。この、まあ、右の線がそうですけども、これがバビロンから引いてきた線です。この滑走路の下を正確に横切ります。正確に横切ります。注意深くご覧ください。つまりこの滑走路の下の底辺は、バビロンの方向を示しているということになります。ブルーに線を、色を変えておきます。で、次に今度は、ペルセポリスからナスカに向かって線を引きます。ペルセポリスのこの神殿の中心に点を取りました。そしてナスカに線を引きます。ナスカです。今度は先ほどの滑走路の上の辺をと正確に重なります。注意深くご覧ください。つまりこの滑走路は下の辺はですね、バビロンを示し、上の辺は、ペルセポリスの方向を示すということになります。で、バビロンラインですね。そして、それと関係のあるペルセポリスがこのような形で示されているということになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さんもご自分で確認してみてください。正確にこの二つの線と重なります。が、ここで終わっては、いけませんね。ルンビニです。今度はルンビニからナスカに線を引いています。ルンビニは、これは遺跡ではなくて、後の、まあ、記念碑ということになりますね。まあ、ともかくも、ルンビニからナスカに線を引いてますと、滑走路がちゃんと見つかるんですね。大変細くて長い滑走路ですけども、その細い滑走路を、やや、まあ、斜めに横切りながらということは、その細い滑走路の間を斜めに横切りながら、先ほどの滑走路へと正確につながっています。上のグリーンのラインが、これが、ルンビニから引いてきた線です。つまり、この滑走路に、
三つの点からの線が重なっているということですね。まあ、ナスカ理論によればですね、私の、このように関連性のある遺跡は、まあ、一つの滑走路に集まる。ということなんですね。バビロン、それからペルセポリス、ルンビニと。つまり、ルンビニ、それからペルセポリス、バビロンは、まあ、そういった人たち、はっきり言えば、エイリアン、空を自由に飛ぶことができたエイリアンたちによって、計画され、管理されていたということになります。3本の線を注意深くご覧になってください。まあ、このように、ナスカ理論を使って、これらの三者は、同じ神々の支配下にあったということになります。つまり、関係があったということになります。以上、ブッダの故郷はペルシャであったということになります。セッタ・アルタ、すなわちシッタ・アルタの名前はすでにペルシャのペルセポリスの碑文に残っていました。そして、ブッダのお父さんは、少なくともブッダのお父さんは、マルドゥックを信奉していた。そのマルドゥックの流れからゾラスター教が生まれ、まあ、ザラストラがゾラスター教を興して、そしてペルシャ一帯に広がっていたということになります。それを受け継いだのがフトダラ・ゴータマであり、またその流れを受け継いだのがセッタ・アルタ・ゴータマ、すなわちヒッタ・アルタ・ゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼ぶその方であったということになります。Bye for now. いくつか訂正させてください。ブッダのお父さんがガウマタ、あるいはゴータマ、変音してますけれども、そのガウマタの名前があるのは、ペルセポリスの碑文ではなくてですね、ベヒシュスンザンの碑文の中だそうです。それが第一の訂正ですね。二つ目に訂正ですけれども、サンタアポリナーレ・ヌーボー大聖堂のモザイク画に表現されている3人の満儀についてですけども、先頭はフトダナ・ガウタマ、2番目がカンビュセス2世で、最後尾がダリウス1世です。でダリウス、そこの3番目の人物がですね、ダリウス1世であることはですね、プレセポリス周辺に残っているダリウス1世の、例えばですね、モザイク画などと比較してそれが分かりました。身につけているターキッシュケープの模様も一致しています。またひげの濃い王であったという点などなどからですね、またさらに言えば3人ともフリジア帽をかぶっている点などからですね、3番目がダリウス1世と分かったわけです。となると2人前にいるわけですから、どちらがどちらかということになりますけども、歴史的な流れからすればキュルス2世、それからカンビュセス2世、ツトダナと続くわけですけども、ゾラスター教における順位と言いますかね、地位から考えるとやはり、ストダナ・ゴータマ、すなわち最高位のスターゲイザーであったストダナ・ゴータマが先頭に立ち、その後をですね、カンビュセス2世がついていったというふうに判断しました。今ちょうど出てますけども、先頭、この絵の中では左がカンビュセスになってますけども、まだカンブジエとも言いますけども、これがストダナ・ゴータマ、すなわち私たちがブッダと呼んでいる、シッタ・アルタ・ゴータマ、セタ・アルタ・ゴータマ、ペルシャ名セタ・アルタ・ゴータマの父親ということになります。がしかしダリウス一世のですね、策略にかかりですね、カンビュセス二世はダリウスに暗殺され、なおかついわゆるストダナ・ゴータマはダリウスによってバビロンを追われます。そして現在のネパールに逃げていって、そこで人間の女性マヤンと結婚して、つまりは私たちがブッダと呼ぶその方を産んだということになります。ブッダ二人説及び、まあ、そうした事実をですね、考え合わせて仏教ブッダを考えていただきたいと思います。では今日はこれで失礼します。Bye. 即位したペルセポリスです。
そして左にギザですね。この位置関係に注意してください。そこでバビロンからナスカに線を引いてみます。バビロンです。この中心に点を取りました。今中心にその背景が見えます。ここからナスカに線を引きます。ナスカです。注意深くご覧ください。この、まあ、右の線がそうですけども、これはバビロンから引いてきた線です。この滑走路の下を正確に横切ります。正確に横切ります。注意深くご覧ください。つまりこの滑走路の下の底辺は、バビロンの方向を示しているということになります。ブルーに線を、色を変えておきます。で、次に今度は、ペルセポリスからナスカに向かって線を引きます。ペルセポリスのこの神殿の中心に点を取りました。そしてナスカに線を引きます。ナスカです。今度は先ほどの滑走路の上の辺をと正確に重なります。注意深くご覧ください。つまりこの滑走路は下の辺はですね、バビロンを示し、上の辺は、ペルセポリスの方向を示すということになります。で、バビロンラインですね。そして、それと関係のあるペルセポリスがこのような形で示されているということになります。緯度経度はここに示しておきますから、皆さんもご自分で確認してみてください。正確にこの二つの線と重なります。が、ここで終わっては、いけませんね。ルンビニです。今度はルンビニからナスカに線を引いています。ルンビニは、これは遺跡ではなくて、後の、まあ、記念碑ということになりますね。まあ、ともかくも、ルンビニからナスカに線を引いてますと、滑走路がちゃんと見つかるんですね。大変細くて長い滑走路ですけども、その細い滑走路を、やや、まあ、斜めに横切りながらということは、その細い滑走路の間を斜めに横切りながら、先ほどの滑走路へと正確につながっています。上のグリーンのラインが、これがルンビニから引いてきた線です。つまり、この滑走路に3つの点からの線が重なっているということですね。まあ、ナスカ理論によればですね、私の、このように関連性のある遺跡は、まあ、1つの滑走路に集まる。ということなんですね。バビロン、それからペルセポリス、ルンビニと。つまり、